ザムトゲマインデゾットルムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ローテンブルク軍に属すザムトゲマインデである。このザムトゲマインデでは7町村が、行政業務を共同で処理している。1969年に、ベターゼン、クルファースボルステル、エーファーリングハウゼン、ハッセンドルフ、ヘルベーゲ、ヘパーヘーフェン、レースム、シュレーセル、ゾットルム、シュタペル、シュトゥケンボルステル、 ターケン、ビンケルドルフが自由意志に基づきザムトゲマインでゾットルムを結成した。ホルシュテットは1970年にこれに加わった。市町村再編に伴い、1974年3月1日にアハウゼンとエーファーゼンが加わった。このザムトゲマインでの議会は31議席からなる。このザムトゲマインでの長は2007年6月1日から、 マルクスルックハウスが務めている赤字。右上角に銀字に黒いナーゲル十字。金のバグと金のひずめを持つ銀の馬に乗った金の鎧をつけた制ルクが金の槍で緑の竜を突き刺している。ザムトゲマインデゾットルムは1970年にゾットルムの町章をザムトゲマインデの紋章として転用する許可を得た。このザムトゲマインデナイを アウトバーン A1 号線が通っている。同じく、ハンブルクとブレーメンを結ぶ、連邦道 B75 号線は、ハッセルドルフとゾットルムを通る。ゾットルムには、鉄道ハンブルクブレーメン線の駅がある。最寄りの病院には、ローテンブルクディアコニー病院、アヒムのアラーベーザー病院、ブレーメン市内の複数の病院がある。組織改変後ザムトゲマインでの大部分の保険救急医は、 アヒム救急医療管区に属す。これは緊急時の相談窓口はアヒム病院にあるということを意味する。ありがとうございます。